佐世保地方隊は海上自衛隊の地方隊の一つ。主要部隊は長崎県佐世保市にある佐世保基地に配備されている。津島海峡の警戒監視や南西諸島などの当初地域の防備を担っている。再開の守りを任務とし、1953年9月16日、保安庁警備隊に新編された。 佐世保地方隊の新編に際して警備隊では、当初から佐世保を候補としていたが、太平洋戦争後の佐世保市は、旧軍講師転換法により、平和産業都市への転換を図っていた。そのため、警備隊の誘致には、必ずしも、積極的ではなかった。そこへ、伊万里市が、積極的に警備隊基地の誘致運動を起こしてきた。 佐世保市でも、にわかに誘致する希望が高まり、水産基地として、整備を始めた、旧海軍防備隊跡地の提供を決めた。最終的には、木村徳太郎保安庁長官が、佐世保、伊万里漁師を視察し、佐世保に警備隊の基地を置くことが決定された。警備区域は、津島海峡及び、日本海側は、山口県伊勢で、太平洋側は、 鹿児島県以南の西方、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県及び沖縄県の区域並びに、島根県と山口県の境界線が海岸線と交わる点から315度に引いた線及び、宇部市と山口市の境界線が海岸線と交わる、点と福岡県と大分県の境界線が海岸線と交わる点とを結んだ線と宮崎県と、 鹿児島県の境界線が海岸線と交わる点から170度に引いた線との間にあるこれらの県の沿岸海域。主な任務は、担当警備区域内の警備及び、防衛、災害派遣、自衛艦隊等の正面部隊に対する広報支援、機雷、爆発性危険物の除去及び、処理、民生協力等である。佐世保地方隊所属の艦艇の実力部隊としては、 第3ミサイル停隊と下関基地帯に第43総解隊及び沖縄基地帯に第46総解隊が配備されているが佐世保地方総監は必要に応じフォースユーザーとして護衛艦隊や航空集団から提供された護衛艦や回転翼機を運用して事態対処に当たる近年では北朝鮮への工作船などに備えるため 早草型ミサイル艇なども順次配備され、津島防備隊も設置されている。また、先編地区には2019年3月26日に、陸上自衛隊水陸機動団、戦闘上陸大隊が駐屯する、愛浦ら駐屯、千崎編分屯地が開設された。平成31年3月26日時点、平瀬地区先編地区立上地区肝心地区その他。 ありがとうございます。